はい、どうも、ゴミです。さて、本日はこちら、GS さんからですね。自分ですね、もう2回ぐらい GS さんの動画最後ですって言いながら、またかよっていう感じなんですけども、いや、ほんとね、GS さんの攻めが、もう素晴らしすぎて、ちょっとこれ取らざるを得ないというか、ミックスのね、GS さんの活動が、ね、ちょっと、CWL が終わってしまって、一旦区切りがついてるんですけども、と、13オンリーの方で、まだですね、戦ってらっしゃいます。CWL ですね。で、こちらのね、やっぱりもうアタックの精度がめちゃくちゃ高くて、で、他のクランさんでやっぱね、あまりない攻めっていうのも結構やってらっしゃるんですよね。なんだけども、テンプレ化できるような攻め方っていうか。で、本日紹介したいのは、スパネクのアタックをね、紹介していきたいと思います。で、お相手このクイーンウォーカーズさんですね。ユタさんも確か生放送で攻めてたのかな。多分収録しながら攻めて、後で動画にしたのかな、あれは。だったと思うんですけども。とにかくレベルが高くて異次元。ほぼね、半分ぐらいの攻めを使った段階で、もうほぼほぼ全部全開してるっていう状態。で、まあ、残り、もう、お互い15デーぐらい残して全開だったのかな、すべて。パーフェクト同士。で、これからまさにね、サドンデスをやろうということで、今、チャット欄ですごいね、この配置のネリネリがね、されてるとこなんですけども、スーパーネクロマンサー、見ていきたいと思います。で、今日5本ですね、いきます。もう全部全開パックです。ごめんなさい、ちょっとね、失敗リプレイが、話せるような、状態ではなくてですね、もう成功リプレイを、5本見てもらいたいと思います。なんですけども、めちゃくちゃ参考になります、これ。ぜひね、一緒に、練習してほしいと思うんですが、スパネク5体使ってるにもかかわらず、これ時間、今ですね、2分27秒か8秒ぐらいでグランドオーデンが、投下されましたよね。で、スパネクってこれまでやっぱり時間が一番の敵っていう風に思われてたと思うんですね。僕はそう思ってました。なんですけども、今、この GS さんの攻めを見てみると、時間全然関係ないですね。ほぼほぼ、時間30秒とか20秒余裕で余らして、全開まで持っていってるっていうことは、まあ、そもそもやられないスーパーネクロマンサーで時間が、こんだけ負ける攻めができるという風になると、もう止まるわけがないっていう感じがしますよね。で、こいつをですね、ぜひ、紹介したいと思って本日動画撮ってます。で、これもジャンプうまいですね。ここ、多分僕だったら、ね、この壁に穴開けて、この隙間からスパネク通していくんですね。ジャンプの呪文節約しようと思って。なんですけども、そうすると、おそらくこっちにも流れるんですよ、こういうユニット、こういう風に。だったり、万が一ここに入んないと、スパネクがこっちからこうね、この辺の施設を、この辺の施設をターゲットちゃって、外に流れていって、ビッグボーイだけが中に入るっていう可能性があるので、そういうリスクを絶対にワクさん踏まないってことなんですね。ジャンプの呪文をきっちり使って、すべてのスーパーネクロマンサーをタウンホールにバッチリ誘導していく。これがすごい上手いのと、あと今ね、援軍出てきたこれ、ネクロマンサー見て、あと、バルキリー5体。見てください、これ。こいつが、ホグとバルキリーが外周をガンガン回収するんですね。で、この後ね、中央に入っていく、まあ、スーパーネクロマンサーには、ジャンプ、レイジを、ね、使っていって突破を図るんですけども、バルキリーの動きにもぜひ注目してほしいんですね。ここからもさらに外周側に回って、ダクエリのタンクとか、エリポンなんかをこう、カットしていくんですね。中央で、スパネクが、ビッグボーイと共にこう、タゲを取っている裏から、バルキリーがガンガン進んでいく。さらにその裏から、ここ。ロイヤルチャンピオンが進んでいくんですね。ロイヤルチャンピオンとバルキリーで一気にこの中央部にいるスパネクたちを支援していくような形を作っていく。このね、構造が時間切れを生ませない要素になってるんですね。で、逆に言うと、ここにババキンがいたりとかする場合、あとここにクイーンがいたりする場合、これは今の攻めできないですよね。やっちゃった瞬間に、バルキリーも、ロイちゃんも倒れちゃうんで、そういう風な村にはこの攻め方はできないんですが、今のパターンを作れる場合っていうのは、圧倒的に時間を節約して全開できちゃうってことなんですね。なので、そこを見極めて、スパネクを使うのかどうかっていう一つの判断材料に、まあ、してもらえたらいいのかなという風に思っております。ちょっとね、いくつか順番がばらけちゃうかもしれないですね。ごめんなさいっていう形になるかもわかんないんですけども、あともう一個は、これかな。一番僕が、あ、これはやべえわと思ったのが、トキさんのこのアタック。団子大家族さんに向けて攻めてるんですが、ものすごいね、これね、ことをするんですね。
多分、スパネクの誘導だけで全開取ろうっていうね、意図があって、で、なんていうの、ちょっと、人によってはナメプレイじゃないかっていうふうに言う方がいるかもわからないですけども、僕はちょっとそれは、もう勝負がついた後のね、結果として、これからのね、実験的にやっている攻めだということをちょっとね、あえて取り上げさせてほしいと思うんですが、ロイちゃん使わないんですね、これ。ちょっとそこがびっくりでした。ロイちゃん使わないのかよっていう。でキングと投下兵舎で外周削っていきます。で中央にスパネクをガンガン入れてくるんですね、こういう風に。でここ多分スーパーウォールブレイカーでこの壁全部開けるのが多分狙いだったんですが、ちょっと残念ながらこれ開かなかったんですね。開かなかったのでジャンプの呪文を最終的には使います。でそれでだいぶ時間の面で最後ジャンプ1枚足んなくなっちゃって、時間切れになっちゃってるんですけども、ロイちゃん使わなくても全開取れちゃうんですよ。だからつまりタンホール12レベルの、ユニット火力でいけちゃうっていうことなんですね。援軍出てきたのはやっぱりバルキリーですね。こいつらが外周を、どんどんカットしていきます。でここスーパーウォールブレーカーで壁開かなかったんでジャンプの呪文を仕方なく使って中に切り込んでいくというところですね。バルキリーたちはタウンホールに向かって進んでいくんですが、残念ながらタウンホールのところでちょっとこれは厳しいかな、落ちてしまうか、爆破ダメージやられましたね。で本当はここにジャンプがあればよかったんですが、なかったんでレイジで壁を殴り開けるパターンに持ち込んでいきます。いやこの時点でもだいぶすごいですけどね。で残り透析機とか、グランドウォーデンいるんですけども、ヒーラーが後ろからしっかり回復しているので、もう全然止まらないとスパネックがですね、もうあっさり壁も殴り上げるんですよ。ビッグボーイって意外と根気力高いので壁そのまま殴っちゃうんですよね。お前の骨の方が折れるんだろうって僕は思うんですけど、全然折れないんですよね。壁の方が先に折れちゃうというぐらいの、怪力、スケルトンです。でこいつらが先導しながら今アーチャークイックで落っこっちゃいましたけども、時間50秒、スパネクが3体かですね。グランドボーデンもまだ生きているという状態で、ここでフリーズの呪文を使っていくのかな。グランドボーデンの延命のために多分モデヒーの形になってるんで、これはビッグボーイの殴り上げに期待するのか。で残り30秒で本当に、ね、壁がちょっと最後こうジャンプがあれば絶対いけたんですけども、いけなかったんで、そのまま時間切れという状態でしたが、いやマジですげえなスパネクっていう。だからもう本当にスーパーネクロマンサーの、刺さる配置っていうのが見極められさえすれば、もう、止めることがもうできないユニットなのかもしれないですね。タウンホール13においてロイヤルチャンピオンを使わずに、ここまで行くっていうのは本来ありえない、パターンだと思うので、まあ、それぐらいの、だから、破壊力があるってことをね、ちょっとね、見ていただきたくて、この、アタックも紹介させてもらいました。さあここからはですね3本、スパネクアタックに見ていきましょう。まあ、ここまででだいぶですね、あスパネクやべえなというふうに思ってもらえたと思うので、ここから先はそのやばいスパネクをですねより、たくさん見ていきたいということで、ユタさんに対する国士無双さんのアタックですね。これも、スーパーネクロマンサーで、この中に、ね、入ってるのはホグライダーなんですけども、やっぱりロイヤルチャンピオンの使い方っていうのが、さっき言ったように裏から出していくパターンになるので、まあ、その仕事ぶりにも、ね、注目してもらえたらなというふうに思います。で、まあ、この形からしても見えてますね。スーパーネクロマンサーはここからこう入っていって、ぎゅーっと中に切り込んでいくっていうことになるんですけども、そうするとロイヤルチャンピオンは残ってしまう、ここを破壊するというのが仕事ですね。さあ行きましょう。まずは外周、バーバリアンキング、プラス、投下兵舎を出して、で、ババキン全然体力、満タン状態なんですけども、これもフィストも確か早々発動するのかな、確か。しないか。あ、しないですね。ちょっと別の動画と勘違いしたかも。で、これでタウンホールを壊したスーパーネクロマンサーたちが一気に中に入っていきます。ウィザードの後ろから続いてるんで、このエリクサータンクに関しては楽勝で破壊。アチャトも壊すことによって、ネクロマンサーが寄り道することを防いでいますね。中央にしっかりネクロマンサーたちが入っていって、ジャンプの呪文で奥に切り込んでいくんですけども、外周に関してはホグライダーがさらに、壁の内側の防衛を削りながら、スーパーネクロマンサーは中心に入っていくというところですね。で、ロイヤルチャンピオン、これ、ビッグボーイとか、あと透析機とか、透析機とかクロスボウがしっかり中央のビッグボーイをたげたところで、ロイちゃん登場です。登場させていって、裏の9時方面から透析機を狙っていくというところですね。まあ、ちょっとこれ、ロイヤルチャンピオンが、バーバリアンキングに捕まって最後確かやられちゃうのかな、このパターンは。あ、その前に、透析機クロスボウで落ちるか、ババキン確か、捕まりますね。で、やられちゃうんですけども、
まあ、投石クロスボウをしっかり折って、こちら側に内部施設がない状態になってますので、あとは、怖い施設がもう、固まってるんですね、ここに。なんでも、中央、外からこう、追い込みをかけていって、ね、ここを全部、削り落としていくと。いうような格好ですね。中央に入っているもうネクロマンサー、スパネクたちが壁をガンガン殴り上げて進んでいくので、もうこれで、チングルインフェルノの角に、壁が開いて、アーチャークイーン、クロークを使って、ここを回避したら、あともうマルチインフェルノは怖くないと、よと、こういう感じになっていきます。いや、スパネクがやばい。本当にスパネクがやばい。壁は壊すわ、死なないわでね、本当にもうマジで不死身ですよね、こいつら。もうどんだけ強いのっていう、なんかそこで鼻をすする音がちょっと入っちゃってるかもしれない。相変わらず風が治んなくてね、本当に長引くんですよ、僕の、冬の風って。毎年日本にいようが、ドイツにいようが変わんないですね、そこは。どうも喉やられます。なーいさら。いやー、やべえな、本当にこれは。さあ次、ガクさんのアタック見ていきましょう。ワクさんの、リプレイですね。これ、ね、これに関しても同じような感じですね。やっぱ外側にタンホールがある村っていうのは、これで非常に狙いやすいです。まあ、で、逆に中央にある場合っていうのは突撃艦、なんだ、スパガゴ、スニゴブか、どこで狙っていけばいいし、外にあったらこういう、なんだ、スパネクを使ったり、あとは何、スーパーウィザードを使ったりっていうことで、まあ、いろんな風にタンホールを取る方法が多岐にわたっても、確立されてるので、もう、だいぶその方法さえ知ってれば、取り方が見えてくるかなっていうのが今の環境かもしれないですね。で、まあ、言いながらね、そんな簡単に全開は取れないのは僕も同じで、その精度を上げていくっていうね、テクニック面での練習をもっともっと必要なんですけども、ちゃんとヒーラーがスーパーネクロマンサーにスイッチしていってますね。イーグルの着弾を受けてますけども、それをしっかり回復させながら、後ろから、ビッグボーイを出して後ろからスパネクが攻めていくという感じですね。バルーンを追いバルで撃って、で、このタイミングで多分トームを使っていくのかな。これしっかりとヒーラーたちを、ホーミングから守る、あとは対空砲から守るためのバルーンですね。ホーミング1個回収しました。対空砲のダメージも、まあ、吸収しました。これで、ヒーラーは無傷の状態。今ちょっとね、多分これ中央に呪文とか撃つのを、に集中して、カット忘れちゃったんですね。ババキンと、東海兵士はすぐ出したんですけども、ちょっとそれそうだったんで、ここだ。ここで、ババキンのフィストを使っていって早めてみてますね。ね、こんな感じですね。で、こうすると、あとジャンプ1個どこに打つか、ちょっと見ていてほしいんですけども、このジャンプを打って、残るところっていうのを、だからロイちゃんでカットしていくということです。ロイちゃんね、やっぱね、キング投下兵士と逆側から出すっていうのが、やっぱ基地かもしれないですね。この攻めをする場合って、やっぱり、まあ、中央のユニットは基本やられない、まあ、やられにくいじゃないですか。で、外出に関しては、ペッカとババキンがこう歩いていてくれるっていった場合に、やっぱ残っちゃうのは、スパネクが歩ききれない部分なんですよね。そこを狙うと。これですね。いません。ダメだ。喉が痛い。いや、良くないですね、声が。で、こう狙っていくと。ホーミングシールドも使えばもう、ボムタワーからテスラ簡単に折れちゃうので、で、これで、スパネクはまっすぐ進んでいって、あとは回収に入っていくという感じですね。いや、非常にスッキリした攻め。なんですが、ちょっと、ダメだ。一旦、止めて、次の攻めの前に、喉の調子直します。やばいな、ちょっと声が。はい、ではラストですね。すいませんでした。いやー、なんかね、咳となんか、相まって、喉がちょっとチクチクしだして、で、声がほんとね、咳でもう出なくなっちゃうんですよね。ごめんなさい。だいぶね、最後、気苦しいところ残しちゃいましたけども、回復しました。よろしくしましょう。ラスト1本ですね。連鎖のアタック。クエイクとライトニングでこの投石機を落とします。6-1 になっちゃったんで、呪文のコースト1枠、多くなってるんですけども、まあ、そこに関しては、今回ポイズン積んでてないですね。もうスパネクのビッグボーイでターゲット取って、スパネクとアーチャークイーンで、これを処理しようという格好ですね。テスラ森があってだいぶ苦しいんですが、ここ。キングとネクロマンサーを、添えていってます。このネクロがね、やっぱり、これまでスパネク使うと使えなかった普通のネクロマンサーを使えるようになった点が結構大きくて、こいつらがいい感じのサイドカットをしてくれてますね。キングもだいぶ今ダメージを食っちゃったんですけども、それでもスケルトンが、まあ、ある程度タギを取ってくれてるおかげで、ここまでまだ生きてね、カットがしっかりできているということで、アーチャークイーン、あとはスーパーネクロマンサーが壁の中にこう入っていってるのがわかります。で、
今相手のスパガゴが出てきましたけども、スパニクで、タゲと、スパニクじゃないビッグボーイからタゲを取って簡単にこれ処理していきましたよね。まあ、とんでもない破壊力ですね。本当にスパニクのダメージってエースが高いんで、あとはこれタウンホールもデイジーをかけて、これトーム使ってますね。でしっかりと破壊していくと、シングルインフェルノがあるんで、まあ、トームを使って確実に、ここはスパネクを守っていたというところですね。グランドゴーデンシングルインフェルノだけだとこれ苦しいんですが、もうここまで来るとほら外周を歩ってきたネクロマンサーたちも全然ピンピンしちゃってるんですね。またこれ援軍から出てきたのかな、ネクロマンサー後ろから、歩いているおかげでウィザードたちがなかなかこれやられないという状態。さらに中心部に入ったスーパーネクロマンサーも壁を破って外に出た部隊と中のシングルインフェルノのブス部隊に、まあ、うまいこと分かれて、でこのまま押し切っちゃうんですね。もう全然なんかスーパーネクロマンサー使っているけど、なんか時間に関するそのなんていうの恐怖感っていうか、まあ心配が全く感じられないですよね、この攻めって。やっぱそうですね、3体のネクロマンサーは援軍として出てきたやつですね、東海弊社から。まあさすがに最初に出したネクロは全部やられちゃったかもしれないですけど、という感じで、とにかくね、今回みたいなこう広めの配置に関しては、今、レンさんやったようにここを全部、おでひで削ってぐるーっとこうねネクロたちを入れていって、で逆側に関してはロイヤルチャンピオンで削っていくという感じ。 RO になったな、これロイヤルチャンピオンね、ロイヤルチャンピオンで削っていくという感じですね。で全体を最後6時に集結させるっていうようなイメージになってくるんですけども、まあ、とにかくそのやっぱロイちゃんの使い方、あのスパネクで届かないところっていうのはロイちゃんでしっかり壊しながらスパネクが寄り道しないように、誘導していって、でかつ、スーパーネクロマンサーのルードがやっぱりそのくの字型以上は曲がらないってことですね。ここから出てきたスーパーネクロマンサーがこんな風に最後、ゴールインしましたけども、これがここまでこう歩かなきゃいけないとかいう風になっちゃうと結構苦しいんで、そういう風にさせない、こちら側に関しては、しっかりとおでひーパートで削っておいて、で、こっちロイヤルチャンピオンで削って、で、さらに東海弊社、バーバリアンキングという風に出していきながら、スーパーネクロマンサーが歩くルートをなるべく限定していくってことが結構大事なのかなという風に、まあ、今回のね、攻めを見ていて改めて思わされたのと、まあ、そのために必要なテクニックっていうのがもうふんだんに盛り込まれてるんで、ぜひね、で、これ参考にしていただきながら、スパネク、これまで使ってきている人も、これから使いたいと思っている人も、使ってみたいんだけども、ちょっと、微妙だったなと思って、使い終わっている人もですね、試してみてもらえると非常にいいんじゃないかなというふうに思った次第でございます。というところで、本日ですね、GS さんからスパネク、アタック見ていただきました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。またですね、今後も、タウンホール13が少し続きますけども、12、11と、幅広くですね、タウンホール帯扱っていきたいと思っておりますので、ぜひご視聴いただけたら嬉しいです。で、最後に、すいません。ちょっと今日はね、だいぶ喉の調子いつも以上に悪くて、少し聞き苦しいところが、難点があったかもしれませんが、ご了承いただければというところでね、なるべく早く喉の調子直してまた、普段通りの配信ができるようにしていきたいと思いますので、ぜひお付き合いをよろしくお願いいたします。では本日この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。